ポチッとな、ついてるねったらついてるよ、ついてるねったらついてるよ、ついてるともみ、ついてるねったらヘイヘイホー、ついてるねったらヘイヘイホー、あなたの心に火を灯す愛と光の伝道師、ついてるともみんさんでございます。皆さん、おはようございます。 Good morning ですね。 Good morning to you、 Good morning to you って感じで、はい。それハッピーバースデーじゃねえのかよみたいなね。いいんですよ、なんでも、はい。さっきの動画でね、雪どんな、雪どんなだっけ、マラドーナかみたいな、雪女かみたいな、違いますよ、雪の動画になると思いますって言うとりましたが、雪ないですね、まあね、これなくはないんですよ。さっきね、ちょっとパーキングに止まってて、一回ちょっと車降りてね、コンビニに行ったりとかしたんですけど、風がすごくて、それでね、雪がすごかった、舞ってた。で、周り、土の上とかはね、結構積もってたね。そう、でも風が吹いて寒いから、凍っちゃってもうバリバリしたもん。だからこう足全体を使って歩く感じで歩いてきた。そう、いつもの感じの歩き方してると絶対こけるなと。でもね、今すごい強風、ずっと強風だね。止まっててわさわさトラック揺れるから、なんだろうと思ったら風でさ、すげえすげえ、超強風です。そんな塩梅でまた走っておりますよ。もうでもあと1時間ちょいあれば着いちゃうんで、まあ、またどっか泊まってね、時間調整しながら行こうかななんて思ってますがね、慌てる旅でもないので、はい。ほんとこうやってね、長距離に出れるとありがたいです。この仕事は本当にいい仕事ですよ、だってただでっていうかさ、自分のお金、まあね、食事代とかそういうの使いますけど、旅費というか交通費というか、仕事だからさ、かからないじゃないですかね。それでいろんなところに行ける、あ、いろんなとこ行っていろんなもの食べられる、また食べる話だね。だからさ、ありがたいなと思って、いい仕事だなと思っているわけでございます。そんなついてるトモミンさんでございます。すいませんね、ちょっと鼻声気味になってしまいまして。いやー、こんだけね、風が吹いてしまうとね、やっぱ鼻がぐずりますね。鼻ぐずおですね。ちょっとなんかね、今年ちょっとひどめなんてね、私。なんでちょっとね、薬っていうものも使ってみようかなと思ってます。はい、なぜかというと、薬もね、あるから使った方がいいなと思ってね、あるものはさ、それで楽になるんだったらそっちの方がいいかなって、薬さんありがとうっつって使えばいいのかなって思ってますんでね。で、だから何でも自分の都合がいいように、何でも都合がよく、自分がハッピー、楽になる、楽しいとかだったらさ、いいじゃないね。そうやって僕のハイヤーセルフは言っているので、いいと思います。はい、そう、なんだっけかな、 RAS だっけ、光ジムさん教えてくれたんだけど、なんか脳の器官であるらしくてね、でそれ何かと言いますとね、あれですよ、
まあ、フィルターみたいな役割をしている機関で、だから人間って見るもの全てを見ていたら脳がパンクしちゃうらしいんですよね、どうやら。なので自分の中で勝手に見たいものを見ているっていうことなんですって。そういう機関があるんですって、そのフィルターみたいな役目をしてくれてる機関がね。それが RAS っていうんですよね。光にもさん合ってますかね、違ってたらまた違ってるよってコメントくださいね。そしたら修正しますんで、はい。でそれを使ってね、だからこれを説明すると多分引き寄せの法則が分かりやすいかなと思って、それ動画にしてみました今、はい。ピンと来てる人はピンと来てると思いますが、あと知ってる人もいると思いますが、今の話の内容であって思った方もいらっしゃるとは思いますが、何かと言いますとね、あのその RAS っていう機関っていう機能というかフィルターを使うとね、おーちょっと待ってください、おー揺れる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 というか持ってかれるな、ハンドル風ちょっと強すぎですね。何ですかねこの風、一風一風ごとに今度は季節が変わって春になっていくよっていうことですかね。こんな風強かったっけ。まあまあいいんですけどね、まあ、まああんまり良くはないんですけどね。まあこれもね、自然の現象なんでそれに従っていくしかありませんね。あ、10キロ先事故走行注意って書いてましたね。では安全運転でね、今日も一日行きますよ私は、はい。それでですね、その RSA の機能ですけど、 RAS の機能ですけど、フィルターの機能ね、フィルター、もうそう、フィルター、そこだからってことはさ、そのフィルターを通して見ているっていうことは、自分の脳の中で勝手に、あ、これはいる情報、これいらない情報って分けてるだけの話でしょ。そう、それにさ、人間って1日10万ぐらい思考するんでしょ、平均で。だったらさ、そこをうまく活用してね、だって意識、無意識のうちでもその見てるってものを、見るもの全てを認識しているわけでしょ。だったらそこで自分の中に無理くりでもいいから意識を入れてね、寄せちゃえばいいんですよ。意味わかります？ヒカリニウムさんがさ、あの妊婦さんの例を挙げてたんだけど、そのね、僕のコメントの中にさ、長いコメントくれたんだけどね、妊婦さんってさ、だいたい数決まってるじゃないですか、いる一緒の数の人がいるけどさ、普段さ見ても見なくてもって、自分の中に自分に子供がいるとか孫がいるってならない限りあまりこう意識しないけど、自分に子供生まれたりとかさ、孫生まれてやたら妊婦さんがいっぱいいるように見えるでしょ。あ、ここにもいらっしゃった、あそこにもいらっしゃったって思うけど、普段もいるんですよそのくらいの数は、うん。車もそうでしょ、あの車欲しいなって思ってやたらその車がいっぱいね、いるでしょ。でもさ、一緒の数は走ってるんですよきっとね。なんでそれが見え出してくるかっていうと、意識しているからでしょ。そうだ、見えたものは引き寄せるんですよ。意味わかります？引き寄せるというか、意識したものは見えてくるんですよ。そうだから、意識つけちゃえば自分に寄ってくるってことでしょ。だから言霊もそうでしょ。言霊って何も知らなかったら別に何のことはないけど、知ったらさ、その言霊言ってる人が周りにいっぱい増えてきてるでしょってね。これも引き寄せの法則でしょ。自分も引き寄せてるし、相手の人も自分を引き寄せてる。
思わない？思えばこれがいいって。でもなんでそれが現実にならないかっていうと、自分の中でそうは言っても無理だなって思ってるところがあるからよ。うん、そう、それ心が邪魔をするのよ。だからそれを打ち消すの、もう消していくの。心がああだこうだ言っても、いやそんなことない大丈夫だよって、そのためにいろいろいい言霊があるのよ。あ、周り雪だね、左側雪だね、見えないか暗くてそう、そしたらさ、どん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 引き寄せていくわけじゃない、そうやって、そうやってというかいろんな方法でこう意識していけば。だから量が大事なんです、言霊アファメーション。でそれをずっとやり続けてる人が願望が叶ってるってことは、ずっと引き寄せてるからなんですよ。なんとなく伝わりましたかね。いや、意識づければ見えてくる、見えてくるとそこに対してもっともっとこう意識が高まってくるから、あ、これなんだろう、あれなんだろうってやってるうちに、どん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 見えてきて、どん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 自分の近くになってくるんですよ。それが引き寄せなんです。気がつくと自分の手の内にも入っている、そういうことでございますよ、ね。もうちょっと分かりやすく言おうか。何年か前に僕はまだチャラチャラしている頃にこれじゃいかんなと思った時期もあったんですが、まあ彼女と別れた時期がありまして、ああと思ってね、その時に思ってたことというか、まあその前から何年か思ってたことは、セレブな方とお付き合いしたいなと思ってたの。そう、彼女にセレブな人も欲しいなって思ったの。でもどうやったらそんな人たちと知り合えるのって思ってたの。だってね、自分はなんかほらもう本当にこうラフな格好してる人だったわけだしね、チャラチャラしてたわけだから、そんな人がセレブな人と知り合えるわけないでしょね。でもちょっとね、そんなことをしてずっとちょっと思っていたら、なんとね、セレブな方とお付き合いできるようになり、そこのいきさつはですねちょっと強引な神様の巡り合わせっていうのも絡んでくるんですが、まあその時期僕はいっぱいいろんな合コンを組んでいたんですよ。いろんな人から頼まれるから、じゃあ男の人何人で女の人何人でみたいなさ、じゃあ男の人を多くして女の人を少なくしようみたいな、まあね、女の人は何人いたら男の人はそれよりちょっと2人ぐらい多めにしようみたいな話になってやったりとかね、いろいろしてたんです。その方が女性の方がこう盛り上がるでしょって、女の子の方が多くて男が少ないのね、ああってなっちゃうじゃない、女の子からしてみたらさ。そう、そんなことをやっていた時にですね、もう最後の最後ですよ、一番最後の時に、まあ年上の方でしたが、まあセレブな人、そう、しかも妖艶な感じのセレブな人との飲み会になったんですよね。まあ合コンというか飲み会ですよね。だから年上だしね、いろいろあるじゃないか、そういうなんていうの、ほら、ね、自分じゃ無理だと思ってる人だから、たちだから、だから、まあ、友達とかなんか知り合いになれたらいいかなと思ってね、そんな感じでいたわけでございますよ。そう、まあ、付き合うなんてもうめっそうもないみたいな感じのね、本当にこう、ああそうですねみたいな。まあ普段のスタイルでね、友達と行ったわけでございますよ。そしたらさ、その時にさ、そこで知り合った人とさ、気がついたらその後付き合ってたんですよね。それも結構長い間あれと思って、
合えたみたいな、すごいこれみたいな。でその方もだからまあどこを取ってセレブというかっていうといろいろあるけどまあね、ほらその方はやっぱり自分でねベンツ持ってる方でね、まあ、時間も自由な方で、ね、まあすごいこう表にもなる方でね、やっぱり絶対無理だなと思ってるけど無理じゃないんですね引き寄せちゃうんですね、そういうのもと思ったよ。すげえなと思って、引き寄せの法則、これ間違いないでしょ。意識してそうやって思ってたら最終的にはそうなってね、付き合えちゃうっていう、どうですかこれ皆さん一番分かりやすくないですか。はい、僕はそういうすごくこう噛み砕いた話だったら得意なんで、それだったらいくらでもね話せますんで、長い間だろうがなんだろうが。うわすげえすげえ風が、ちょっと待ってください、強すぎて、これ画像が動画が変、大丈夫、なんか止まっちゃってる、え、まあこれちょっとブレしたら後でまた撮り直しましたね、まあそんな感じの話でございますよ。脳のフィルターを活用して引き寄せの法則をバッチリはめ込んでやっていこうじゃありませんかっていうことでございました。はい、そんな感じのあなたの心に火をともす愛と光の伝道師ついてるトミーさんでございました。はい、なので皆さん、マジで風、ちょっとこれやばいね、もうガスマスクとかしないと外出れないんじゃない俺いや普段ね メガネしないんですけど、一応僕はあの乱視なんでメガネを持っているんですよ。なんでちょっとメガネしてね、せめてそうメガネとマスクはもう欠かさずに花粉ブロックもして行こうと思ってますよ。今日は鼻痛いなけど、それでもそう、あれ俺閉めたんじゃなかったっけ今動画ああすいません、咳込んでしまいましたが、じゃあまた次の動画で皆さんお会いいたしましょうかね。あなたの心に火を灯す、それさっき言ったね、エンディングいきますよ。なんだっけ、ついてるともみ、ついてるね、ついてるね、へいへいほー。この動画をご覧くださいました皆様に、すべての良きことがなだれたごとく起きます。そんなついてるともみさんでございました。チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたらポチッとなっと押してください。いろんなね法則、そうだから例えばなんていうのこう引き寄せの法則もそうだけど、そういうのをより分かりやすく噛み砕いて話していけたらいいななんて思っておりますよ。あと言霊の話、アファメーションの話もね随時必ず僕の動画のどっかしらには入ってますんで皆さん、はい、あとは明るく楽しく元気よく何があってもそれでやってますんでね、そんなついてるトモミンさんと、皆さん仲良くなってぜひとも僕から元気をもらってください。何があっても大丈夫です、だって運がついてますから皆さんにもね、僕にも運がついてるんです、いい運がついてるんです、だからついてるトモミンなんです。はい、いいものがついてますからね、悪いものはついてこないですから大丈夫ですよ、ついてるっていうのが苦手な方いましたら、調子がいいとか大丈夫とかさ、
ラッキーとかハッピーでもいいんですよ。ラッキーさんとハッピーさんはちょっとね。はい、そんな感じのついてるトマミーさんでございました。じゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイキー。ついてるよ、ついてるついてる。